それでは今回もアメリカのセブンイレブンの価格調査していこうと思います。まずもう見えてますけどもね、えー、水ですね。これ私たち100円とか150円で買ってる水ですけども、なんと526円という形でね、高いですね。なかなか多いそれと水一つ飲めないみたいな感じです。えー、なんでね、物余りのはずのアメリカ、国内生産力自給率が100%以上のアメリカで、 こうも価格が高いんでしょうね。いや、さすがにね、平均時給がニューヨークで2200円って言ってもね、いや、これは高すぎんだろうと思いますよね。せいぜい300円ぐらいだったらね、まあ、物価と連動してるなと言えるんですけども。ちなみに今回も YouTube から全てクリップしてます。で、お昼に食べるサンドイッチ、セブンイレブンって書いてあるんですよ。もう932円ですよ。1000円するんですよ、サンドイッチ。当然これ1個じゃお腹いっぱいにならないと思うんで、 これにさっきの水とかねなんやらかんやらつけてうんちょっとしたコンビニでの買い物も1食2000円ぐらいになるんじゃないかなってとこですよねでこれは何だろうアイスアイスクリーム皆さん150円とか200円でしょアイスって300円のアイス買ってもうわー高かったなあいやー美味しいなあって感じでしょ601円って観光地のソフトクリームだってこんな金額しない人すごいっすね次 チョコバー <laughs>。ね。スニッカーズみたいなやつでしょこれ。270円。まあ、買えない値段ではないかなと。今日紹介している製品の中では、唯一まともな値段。それでも高いですけどね。うーん、何なんでしょうね。はい。あと2品。いきましょうか。はい。サラダです。ね。お弁当買ったらサラダでも食べようかしら。つっ,ったらね、977円。すごいですね。これ、セブンイレブンですよ。なんじゃこりゃ。 このサラダどううなってるんでしょうね最後なんだろうサンドイッチサラダともはや同じ値段というね <laughs> サラダの方が高いぐらいですよサンドイッチ932円ということでこれじゃあ食費すらままならないってね最近朝のライブ放送でアメリカの物価についても話してますけどもなかなかね低所得の方でコンビニで 気軽に何かランチって方はいないんじゃないかなって思いますねいやこうやって見ると本当に明らかになりますよあのこれ日本でも手に入るようなものばかりですよで今この瞬間の価格差ですからねあびっくりですね日本の方がまだマシですよなぜかこの輸入大国日本の方が輸出大国アメリカよりも安く買えるというねなんでこういうことになってるんでしょうね 本本当にに日本はアメリカに支配されているんでしょうかそれともアメリカ国民も私たち日本国民と同じようなやっぱりこう苦しい暮らしを強いられてるんですかねじゃあ本日は以上です。